この番組は株式会社クニケンシステム、 au ショップネーブルカデナ店、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンクネーブルカデナ店、中野町店、イオンモール沖縄ライカム店、 FM ギノワンと沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM ギノワンより生放送でお送りしています。皆様どうぞ9時から10時の1時間最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 いずれも番組名カララジとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号は098-943-0094、943-0094。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲はブランドン・イングさんでガチマヤーという曲でした。はい、トゥーバさんおはようございます。はい、はい、はい、今日はですね、はい、またあのゲストが、はい、あのいらっしゃってますので、はい、またあのそうですね、うん、CM を開けてから紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ただいまの時刻9時5分になりました。 FM ギノワンからカララジを生放送でお送りしております。はい、早速今日のですねトピックを紹介 したいと思います。はい、今日のトピックがギノワン市介護長寿課での取り組みということで、はい、そうですね、進めていきたいと思います。はい、はい、はい、まずはレギュラーゲストで、はい、株式会社クニケンシステム豊島さんです。はい、豊島です。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、そして沖縄ユース、あ、沖縄ハンズオンユースクラブから赤嶺龍武くんです。君装置ぐすよおはようございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、おはようございます。あ、よろしくお願いします。はい、はい、そして今日のゲストを紹介していきたいと思います。今日のゲストは宜野湾市役所介護長寿課から長浜係長と中村さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、あの一言ずつあの自己紹介も兼ねて、あの、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。宜野湾市役所介護長寿課の長浜と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく宜野湾市介護長寿課、長寿支援係 の社会福祉士で中村と言います。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、つばさん、今日のトピックがこの宜野湾市での取り組みということで、うん、はい、介護長寿家さんがですね、先々週ですかね、うん、地域包括支援センターの方たちがゲストで来られてたじゃないですか、うん、楽しかったね、はい、その、まあ、なんていうのかな、統括しているところが長寿家さんということで、そうですね、はい、うん、また今日ですね、宜野湾市で この介護長寿家での取り組みですね、はい、地域の、まあ、高齢者見守りとかですね、うん、いろいろ行っていると思うのですけども、はい、その紹介をですね、まずはしていただけたらと思いまして、大丈夫ですか、ね、よろしく、はい、その前にね、はい、よく沖縄のあちこちで今認知症関連で行政役所を回る機会があるんですけど、宜野湾市が一番すごいのはですね、介護長寿家さんに行った時に皆さんあちこちから挨拶する、うん、声が飛んでくるんですよ、はい、大丈夫ですかとか、また最初から入った時におはようございますとか、うん、こんにちはとかですね、その時に、はい、一番最初に、ね、元気だったのがこの中村さんが一番元気で、はい、とっても印象的でですね行政の中で声が一番、うん、挨拶の声がですね、なんかこう宜野湾に活気がある感じましたね、してね、うん、宜野湾に住みたいなって思いましたありがとうございます、はい、すごいそれが第一印象の出会いでしたね。宜野湾市では実は町でにっこり挨拶声かけ運動っていう、挨拶運動を市と、はい、社協とですね、まあ、地域の方で進めているので、はい、これバッチっていうんですか、はい、この町でにっこり挨拶声かけ運動っていうもので、はい、黄色いバッチ、この、はい、ちょっと見えるか分からないんですけど、カメラで映ってると思うんですけれど、ユーストリームで見えてますね、見えてますかね、なんか顔文字でにっこりしてるあっちがあるんですけど、これで挨拶を広めていきましょうっていうものがありますので、とても関係ありますよ、行きたいですね、これで行く目的が増えましたね、宜野湾に声大きいから警戒されるなこれで元気になりますね、それで街もすごいですねということで、素晴らしいですね、はい、はい、介護長寿家さんでのこの宜野湾市での取り組みを紹介していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではまず介護長寿家のですね、紹介をしたいと思います。まず皆さんもよくご存知だと思いますけれども、高齢者になるとですね、介護をする方々がどんどん増えていきます。でその時にご家族だけで介護するとちょっと介護負担も多くなりますの でそれで介護保険制度というのがスタートしまして、介護サービス事業所のサービスを受けるためにですね、介護認定を受けたいですよ、でその後介護サービスを受けれますっていう流れの業務がまず一つあります。で二つ目にはですね、まあ、高齢者もいろんな身体上とか生活上の相談事とか困り事が多くなりますので、そういった高齢者の相談とか、あるいは元気な高齢者はもっと元気に、また少し要介護が必要になりそうな方は、まあ、それが必要にならないように元気にしようというところで、介護予防の事業とかいうこともやっております。で3月14日に地域包括支援センターの方が4名いらっしゃいましたけれども、それは地域の方で包括支援センターというところを中学校区に1箇所ずつありますので、そこらで健康相談、まあ、総合相談ですね、いうのを入り口としていろんな問題に対応できるというのが4箇所ありますので、そういった相談業務の取りまとめもやっております。でまた介護サービスを受けるには費用もかかりますので、まあ、介護保険料の設定とかいうところも宜野湾市の介護長寿課の方でやっております。で今日は主にですね、認知症の対策というところでも紹介してまいりたいと思いますが、まあ、認知症にならないための取り組みとしてですね、これまでも認知機能低下予防教室で、こちらは酪農クラブっていって楽しみながら農業をすることで頭もですね、いろんなことを考えて活性化して、この記憶力の低下を防ごうという取り組みで畑を使った予防教室もやっております。であと住民の方にですね、認知症の知識を広めていただいて、認知症という病気の理解とですね、まあ、認知症の高齢者が出た時の対応方法の
ちょっとしたポイントを教える認知症サポーター養成講座というのもやっております。でさらに今2025年に向けてですね、日本全体でも認知症の方がですね約700万人に増えるというふうに言われております。そうするとですね、認知症を持っている高齢者を、家族で支えるのも大変ですので、そこら辺をですね、早めに病院につなげて認知症の診断を受けてですね、適切な治療につなぐという意味では認知症初期集中支援チームというのを立ち上げてですね、認知症の専門のドクターと、また認知症地域支援推進員という専門の役割の方もいるんですけれども、その方々と相談しながら認知症の対策をして、皆様のご負担を軽減させる取り組みも次年度からやっていくことで考えております。そのような認知症対策の方をちょっとやっております。はい、ありがとうございます。この今長浜係長から話し合ったんですけど、酪農クラブとあったんですけど、はい、これは宜野湾市だけの取り組みですかね、他の市町村とかでもやってますかね。多分酪農クラブ始めて 2,3 年にはなるんですが、宜野湾市だけの、沖縄県内では宜野湾市だけの取り組みだと思います。実際畑使うんですか、それとも酪農って聞いたんで農が楽になるのかなっていう、はい、実際に畑の方をですね、委託先の方にちょっと借りていただいて、で、そちらでですね、人参とか玉ねぎとかトマトとか、いろんなものを土作りから、肥料も上げてですね、で種植えで雑草取り、で収穫まで一連のものをやった後に、直売店を併設している、畑のそばで やらせていただいているので、こちら週2回ですね、でその中で自分たちで、このじゃがいもとか人参はいくらで売ろうかという値段設定まで、この高齢者の方々にやっていただいて販売までしてもらっております。畑を使った介護の予防教室ですよね。面白いですね、とても。面白い。初めて聞きました。はあ、すごい。土作りから始まる。これはまた収穫した材料でクッキングとかもやったりもするんですかね。そうですね。そこら辺皆様にも食べてもらうっていう意味でも、今後検討していきたいと考えております。いいですね、はい、昔の手料理が食べたいね。ジューシー名とかさ、食堂とかにある、ね、食堂のメニューもね、やっぱり変わってきちゃったから、昔のおじいちゃんおばあちゃんが特におばあちゃんがね作るティーアンダ料理っていうのを、なんか食べてみたいね、自分たちで作ったものからさ、ありますね、はい、イーチョーバージューシーとか食べてみたいね。イーチョーバージューシー知らないでしょ、知らないでしょ、はい、イーチョーバーって何ですかフェンネルみたいなあれですよね、イーチョーバーって万病の、すごい草みたいな、薬草みたいな、草みたいな、はいはいはい、はい、いいですよ。ちょっと癖のある味の、癖のある味。トゥーバさんはあまり好きじゃなかった。いや大好きですよ。大好きですか。これもだからこの老人、皆さん認知症の予防のためにやってるとか、はい、っていう、そうです、うん、これ子供たちにやってもすごく面白いなってすごく思いました、はい、なんか、ね、社会勉強というか、うん、これをその、うんうんうん、若者育成の一環としてやるっていうのも面白いですね、はいはい、食育とかですよ、うん、子供たちから育てて食べ物の大切さを知ったりとか、はいはいうん、自分の体を考えるようになるとか、ねね、また自分で値段設定を決めるっていうのも、なかなか多分できることではないと思うの で、うん、こういったので、また上の方々と本当に今言ったように異年齢交流でできるものであればもっといいのかなってすごく感じました、はい、実際ですね、健康増進課の方には宜野湾市の保育園 の、はい、園児たちを招いてですね、この食育の一環で畑でジャガイモを植えたり人参を植えたりしてやっています。でそれを収穫したのをまた調理実習で
あのカレーをちょっと一緒に作ってもらって、それをまた保健相談センターで食べたりとかですね、はい、食育の一環でも展開しております。こういったのでまた地域との連携というか輪が深まりますよね。すごいいい取り組みですね。今どこの畑で何ができてるんだろうかなというのが第三者もこれ分かるようになって、なったら、あの買いに行こうかなとかですね、またお手伝いしに行こうかなってなるんで、もうその辺もあの豊島さんたちがですね、IT 関係ですね。これはあの子どもとお年寄りが一緒になってっていうのもあるんですか。今のところ事業ではないんですけれども、この子どもたちの食育の時には、あの宜野湾市の食生活改善推進員さんの方々がいらっしゃいまして、でこの中には65歳以上の推進員さんもいらっしゃいますので、そういった方々と一緒にあの畑の収穫、子どもたちと一緒にこうお年寄りとまたこうなると、お年寄りの方も楽しいのかなという感じがするんですけどね。正式名称はこの酪農クラブなんですか、宜野湾市の。はい、漢字では酪農 の楽しい農業のクラブという意味で。これが楽しい農業。楽しい農業。はい、この仕組み作りが面白いですね。うん、面白いです。はい、なんか運動だけやるかなと思ったんですけれど、畑まで、宜野湾イコール畑っていうイメージが結びつかなかったんで、これすごく大きいですね。畑があまりないですからね。なんですよね。そこにあの楽しい農業の楽農っていう言葉を結びつけるとね、とてもあの驚きと新鮮さが、懐かしさも含めてですね、感じましたね。やっぱり体を動かすことっていうのは予防することにはこうとても大切なんですよね。はい、なんか昨日テレビで見てたんですけど、ありましたね、おばあちゃんが、元気なおばあちゃんが、長生きの秘訣は体を動かすことと野菜をいっぱい食べることみたいな。よくウォーキングするのもですね、二本足で立ちながら転ばないで、バランス取って歩くっていうのは実は脳の機能としては高い能力を使ってるみたい でそれで農作業をしながらですね、でしゃがんだり立ったりするわけですから、ここら辺1時間以上ですね、エクササイズしてるような感じの効果があると思われています。であとそれをすることで、脳の前頭葉って言って、このおでこのところの脳がですね、血流が良くなって物忘れの予防ができるという根拠がありまして、それをもとにプログラムを作ってみました。いいですね。昔のおばあちゃんたち、おじいちゃんたち、感情だよね。その畑仕事してて、もう夕方になるとね、春会動くと、ね、なんかお家に早く帰そうということで、呼んできてということでよく言われましたね。おばあおじいは満開動かったら、春会ジョンドということで、春さんみたいな。春って言うんですよね。うん、あ、都の方じゃない、パリっていうみたいで。パリ、パリに行ってるよっていうふうに言われて、日帰りで帰ってくるから大丈夫だよということで、パリから。フランスみたいですね。いろんなそういう畑っていう発想が、素晴らしいなというふうに思うんですけど、すいません、逸脱して。他に介護長寿家さんで の取り組みとかもありますでしょうか。はい、臨床の初期集中チームという言葉が先ほど、述べられたんですけれど、これちょっと教えていただいて、この初期集中チームっていうのを。宜野湾市の方ではですね、次年度下半期にですね、認知症の初期集中支援チームっていうものを、モデル的に立ち上げようということで今動いているんですが、どういった目的で実施になっているかといいますと、認知症の方っていうのは例えば、ご本人さんが認知症になる前ですね、家族に認知症の検査しに行こうとか、例えば病院に行こうってことで定期的なもので行こうって言った時に、ご本人さんがまだ自分が大丈夫とか元気な状態と思っている時にはすぐ検査などに行ったりするんですけども、これが
ご本人さんがちょっと物忘れが出てきたなとかやっぱ心配だなってなってくるとやはりちょっとその受診検査での受診するときに抵抗が出てきてしまうので結果的に認知症のこの診断を受けてから治療に至るまでに約1年ぐらいかかるって言われているんですね。でそうなるとやっぱりもし早期に認知症の方の検査を受けて治療だったりとかお薬をもらっていると認知症の症状っていうのが緩やかに進行していくんですけどもそうじゃない、ことが通常でも1年近く関われていてちょっと浦添さんのそのアンケートの実施だったと思うんですけども長い方だったら 7,8 年ぐらい受診検査して治療まで時間かかったっていうケースもあったのでそういった時にですね、まあ約1年で受診される方は、まあそこ、まあ、時間がかかったにしても、まあ、それからサービスを受けて改善される可能性もあるんですけどやはりなかなか本人さんの性格とかいろんなものによってはなかなか病院まで行けない方がいらっしゃるのでそういった方々を初期で訪問とかでですね、うん、集中的に支援をしていこうってことで、うん、専門のドクターとあとはこの専門職前回出ていただいた地域包括支援センターに配置されるような認知症地域支援推進さんであったりとかですね専門の方がチームを組んで本人さんが認知症の進行が進まないような形をするような支援をどうしていこうかってことで専門的に考えるチームの方を、立ち上げて支援するためにこうやっていく予定になってますね。うん、確かに、うん、助け合いの心でですよね。注意 CG という計画の目標の今見てるんですけれど、注意 CG の心で作る健康福祉社会というふうにそれに向かっていけるようなこうサービスが今。そうですね、認知症にとって一番大事なことはこう早期発見ですよ ね、 そ, うですね、うん、それでまたみんなで支えていくっていうのが地域で支えていくっていうのがですね、うん、お話の中からすごく理解できますね、うんうん、嬉しいね。そうですね、うん、なってしまったらやっぱりある人はやっぱり、うん、信じられなくてそういったところに行けないっていうやっぱ気持ちになるんですかね、うん、そうですね、うん、やっぱり病気を受け止めるときと同じだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりなってるなって本人が一番分かってるかと思うんですけど、うん、やっぱその受診まで実際に診断を受けるっていうのがやっぱり怖い部分もあると思うので、うん、やっぱり本人なりに受け止めるまでに時間がかかったりとか、うん、で遅くなると本人さんが自分の気持ちだったりとか今後の生活のどうしていきたいかっていうのを伝える力っていうのが認知症のものに症状の進み方によっては伝えにくくなるとやっぱ周りがどう支援していいか分からなくなったりとか、うん、ご家族もそれで迷ったりとかするので早めの出会いが大切っていうふうに言われてますね。僕の母ちゃんは認知症、初期若年性認知症っていうのを役所を退職してそれから64歳の年齢で判断されたんですけどその前に病院に行ったらですねうつっていうふうに言われたんですよ。で本人とっても元気で四択が大好きだったもんですからうつって言われてもねということででもやはりしばらく経つとですね一緒には住んでなかったんでよく電話が鳴るようになって。すごい時には1日にもうどれぐらいですかね15分おきぐらいに毎回電話が来てこの不安になってですね家族である僕もどうしたらいいのかなと誰かに相談できることでもないしたまにはこうひどいことも言ったりですね電話でもう今仕事だからちょっとうるさいよともう後で電話するから待っててねっていう感じでですね電話を切ったことがあるんですけれどやっぱり初期の段階でこういうふうな認知症に至るまでのですね何かに気づいておけばもっともっと家族にケアができたんじゃないかなっていうようなちょっと後悔の念が今あるんですけれど、そうですね、家族まで不安にしていくっていうのは、はい、ね、介護をケアするね、やっぱり
僕のじいちゃんもまだ全然元気で80歳なんですけど、うんうん、さっきも話は畑仕事で元気で やってるんですけど、うん、やっぱりそのやっぱり大事な人がやっぱり認知症になってしまうっていうようなことがこれからやっぱりあるかもしれないっていうのがすごく怖いので、うんうんうん、やっぱり若年性でもあるっていうのを話聞いたので、うんうん、もっとその今できることっていうのももっと考えてやっていかないとなってすごく感じますね、うん、話を聞いてると、うん、はい、また認知症になっても安心できるやっぱ地域っていうのが大切かなっていうので、うんうん、やっぱり予防も努めていくんですが、予防していてもやっぱり何人かに4人に1人とかそういった形で認知症になっていく方々がいる中でも、うん、安心して暮らせる地域づくりっていうのがあればいいかなっていうふうに私たちの方も考えていて、うん、さっき係長からもあったと思うんですけど、認知症サポーター養成講座っていうものの授業の方も宜野湾市の方窓口となって開催してるんですけども、まあ、10人以上で大体1講座を、まあ、1時間から1時間半ぐらいの程度で、進めるんですが、どういったものかというと、まあ、認知症は病気ですよってこと、脳の機能の病気でってことで、その認知症の症状の理解であったりとか、じゃあ実際じゃあそうなった場合にどういった声かけが必要なのかとか、でどういった協力とか見守りができればこの方々や認知症の方々や家族が安心して暮らせるよというところを、まあ、講座として まとめて伝えるものがあってですね、こういったものがどんどん広がっていけば先ほど萩野さんが言っていたように認知症になってしまうとやっぱ、まあ、周りの人に言いづらい部分があるので、うん、その部分を周りが理解しているという感覚があれば、うん、もうちょっと周りにも伝えやすいで協力を得やすいような地域とかご近所付き合いとかができるのかなというふうに思ってます。そうですね、高齢者を一人一人先ほど注意指示という言葉を使ったんですが、ね、仲間会長注意指示のうちなぐちの意味ですね、はい、宜野湾ではどういうふうに使っているのかなと思いまして、はい、私の方も役所の先輩から教えていただいたんですけれども、はい、注意 CG の注意っていうのは、うん、まあ、1人ということですね、うん、で CG っていうのはなんか、まあ、1人が誰かを連れ添って一緒に、うん、まあ、支え合いながらっていう意味があるんだよっていうのを教えていただいたんですが、はい、ですね、なんか高齢者介護はやっぱりこう、うん、家族が介護する側もやっぱり人の絆をやっぱつなげてるんだなっていうのが、うん、とても感じていくんですけどね、うん、またなんか最近みんなが使うそういった言い回るとかで言い回るとかっていうそういう言葉じゃなくて、こういったやっぱ上の人たちっていうか、僕らもやっぱ僕もさっき聞いて初めて知ったので、こういったことでまた言葉に興味を持って、またこれなんだろうっていうまた取り組みをまた知るきっかけにもなるのかなっていうのすごく言い回るっていう言葉以外 ね、 そうですね、また助け合い、うん、合うっていう言葉に注意指示っていう言葉があるっていうのが、うん、すごく新鮮で、ね、はい、うん、新鮮でもすごくいいなと思いましたね、うんうん、いいですね、うんうん、また認知症っていうものは普通の病気がんとかと違って、ほら何でしたっけ、まあ、治らないものっていうふうに先週聞いたんですけども、そこをまたその認知症になった人っていうのはそこ、まあ、絶望感とかっていうのは聞いた時にすごい納得できないっていうものがあると思うんですけども、そこをやっぱり逆にですね、その自分から発信していくっていうんですか、自分はこういったものだからということで周りの人たちに理解してもらうことで、そこがまた地域の人たちが支え合いたいって言って見守りの機会になると思いますので、そこはですねもっとですね、この地域がオープンにいけたらいいなということで、この前トゥーバさんお話ししましたよね、はい、から先ほど、中村さんがおっしゃってた、認知症ケアパスです、はいはい、
認知症ケアパスっていうものを、はい、宜野湾市では、まあ、これもまた次年度になるんですけども、うん、認知症地域支援推進っていう認知症の方々の、まあ、宜野湾市で、生活しやすいのにどういった企画立てが必要かなとかっていうのを専門に考える方々が、まあ、地域包括支援センターと、まあ、介護長寿課の方で配置されているんですけども、ケアパスっていうのはどういったものかといいますと、認知症のその状態に応じてどういった相談機関があるのかとかですね、どういった支援が受けれるかとかっていうものを整理したマップみたいなものを、マップですか、はい、作る予定になっています。はい、先ほどの酪農クラブとかもそうなんですけども、実際に介護認知症の症状が少し出てきている状態の方々も中にはいらっしゃるんですけども、そういった方々がそういった酪農クラブに参加することで認知機能の向上だったりとか、そういったその段階に応じて受け入れるサービスとか相談機関がマップの中で示されていることによって、ご家族とかもこれを見て、ご本人の状態がこういう状態だからこういったサービス使えるのかなとか、こういった相談機関、地域包括支援センターにまず相談してみようとか、病院で例えば認知症 の疾患センターということで若松病院の方が認定されていますので、そういったところにまずは受診に行こうとかって形で情報が一目で分かるようなマップを今後次年度ですね作っていこうと思っていますので、そういった動きも今やっています、はい、家族が役所の窓口に行けばそういうマップ化されてて、はい、分かりやすいなっていうふうにとても、なんですか、分かりやすいシステムっていうんですかね、はい、と助かると思うんですけれど、逆にもう一つ役所に足を運ばなくてもその時期になりましたら教えてくれる情報っていうんですかね、逆に情報がご家族、介護してる家族の方に来て、うん、今ちょうど病院の診断時期ですよとか、うん、今窓口に行って、うん、認知症のいろいろ情報を聞く時ですよとかですね、うん、介護認定の時期ですよっていうのが、うん、逆に情報が若い人たちっていうのはその情報が逆に来ると、うん、自分の方に入ってくるとね、うん、携帯でね、ああそろそろうちの母ちゃんはとかおばあちゃんはこういう時期なんだっていうふうに、うん、そうですね、はい、逆に予防警告っていうんですかね、はい、それもやっぱりIT の力が、はい、いつも必要なんじゃないかなと思うんですけど、私どもの得意の IT を使ってもらってぜひとも、はい、そうですね、確かに目に見えてここに来るっていうのがまた暑いに行く手間も省けて、また行けない人も、うん、いる場合にすごくいいなって思う、うん、ありますよね、うん、予防の情報に気づかせてもらうっていうんですかね、うん、もちろん自分で気づいて窓口に行って相談するっていうのはとてもね、一番だけどね、そうですね、画期的ですよね、携帯の方にも入ってくるけど、携帯の方に入ってきてね、ありがたい情報だと思いますけどね、こういうサービスが宜野湾市の方でありますよとか、酪農クラブどうですかとかですね、これが定期的にいろんな情報が家族の元にも入ってきたらいいな、まあ、ちょっとそこまでちょっとズーズーしいような感じあまりにも便利すぎてね、ですけど情報の発信は確かに課題になるのかなっていう、まだ作ってもないんですけど、作った後の情報の、はい、発信自体がやっぱ司法とかだけでも伝わるのは限られてますし、やっぱ高齢者の方々文字が小さいと見づらいとか、はい、まあ、意識している方、新聞毎日読むような方とかであればもしかしたら見るかもしれないんですけども、そうじゃない方とかだと伝わりにくいとかあるので、やっぱ情報発信のあり方自体もやっぱ、いろいろな形を通して、もちろんこういった FM 宜野湾さんとかも、情報高齢者の方とかまたいろいろな方々に聞いていただくためにも、いろんな発信の仕方があった方がいいのかなというふうには思っていますね、面白いですね、こういった、でもやっぱり宜野湾さん、宜野湾市の取り組み、僕は沖縄市に住んでるんですけど、ああそうです、はい、だからすごく本当にお年寄りの方々にやっぱ優しい地域づくりとか社会づくりにやっぱりすごく尽力されてて、なんかいいですね、沖縄市ももっと、沖縄市ももしかしたらもっとあるかもしれないんですけど、こういったことも本当にもっと学んでいかないとなってすごく話聞いてて思いますね、沖縄市さんもすごい頑張ってると思いますので、もっと話聞いてみたいなってのは思います、はい、そうですね、はい、また
この介護長寿課さんのですね、次年度の取り組みとかですね、今後またあの新しい取り組みとかっていうのがございましたら、あの教えていただけますか。はい、ですね、はい、次年度もですね、あの先ほどからあの次年度の取り組みになりますがっていうお話がありましたけれども、認知症初期収集支援チームの立ち上げだとか、うん、あの認知症地域支援推進を中心としただ、したですね、いろんなケア事業の方も考えております。でまたあの認知症になった方がもしあの外出されてですね、外出の時はどこかに行こうという目的を持って外出されるんですが、家に戻れなくなった場合、以前は徘徊という言葉を使ってたんですが、今はあの道迷いという言葉を使ってですね、道に迷われて家に帰れない、帰ってきてない高齢者がもしご家族とか地域が把握したらですね、これを見守り SOS ネットワーク事業というのを今からあの運用を始めようとしているんですけれども、その時に事前登録されている方であれば、まあ写真等も活用しながらですね、こういった方がまだ家にあの戻ってきてませんよということで、協力事業所さんに一斉発送してですね、それを早めに早期にあの見つける事業というのもこれから考えていこうと考えております。ぜひあの介護サービスをあの初めて受けるんですけどっていうご家族のためにですね、またあの自分のおじいちゃんおばあちゃんが認知症になってしまったっていう時のために、あの登録の段階で写真とか家族の同意があればその情報ですね、このおじいちゃんおばあちゃんの特徴写真、できればあの指紋とかですね、あのそういうのも事前登録しておけば、あのまあ僕ら、まあ、おふくろも含めてあの行方不明者を今毎回探してはいるんですけれど、あの事前ねそういうのがあればあすごく早く見つかるなっていうのが、いつも思うんですね、うん、はい、あとはもう IT の力を見守りでもですね、やっぱり危機の力ってすごく大きいなと、うん、あの思うんですけれど、はい、どうしました、はい、まああの人間だけ の、はい、あの力ではやっぱり限界というか見守れるんですよ ね、はい、あるもんですから、まあ、IT を使ってその介護される方の負担をですね、うん、本当に軽減、できればなというところで私どももあのシステム開発やってますので、あの、まあ、その今のお話あったようにその地域で見守りっていうあのその手前家族で の、 あの見守り の、 あの負担軽減をまずあの目指してまして、でそれからあと広げて地域で見守りで、さらにはその家族の中であのその認知症の方がどっかこう出かける時にはその気づきを家族の方に与えて、うん、もらえるとか、その、まあ、未然に事故を防ぐようなところの、うんでシステム作りを取り組んでますので、ぜひ、まあ、私どもの IT を使って、はい、いただきたいなというふうに考えてます。はい、キアレア、そうですね、キアレア、キアレアも、はい、ぜひね、先ほどあの、リクエスト曲ですね、せっかくあの島言葉を日頃から学んでる龍武君大学生とかいますんで、はい、ちょっとあの歌を一曲歌わせたいなと思って。あ、いいですね。今お聞きになってる人たちが誰だっていうふうに思ってるかもしれませんが、日頃あの彼はあの島言葉をあの勉強してまして、はい、うん、はい、とても島言葉に反応する男でですね、あのハワイから、この間帰ってきて、ハワイであの島言葉 の、 あのフォーラム、あーカンファレンス、ね、カンファレンス、大きな会議があってですね、マイノリティ言語の復興でハワイはあの世界でもう1番2番に進んでますんで、ハワイ語ですね、そこに住んでるまたあの沖縄のね、僕みたいな3世4世、まあ、5世6世ね方々が揃ってですね、自分の島ふるさとの島沖縄、あの親ファフジ、親先祖の島の言葉を大事にしよう、文化を大事にしようということで、若い人たちがハワイで立ち上がって、今ねこういう会議に、はい、あの沖縄代表でですね2人あの招待されていったんですね、はい、あすごいですね、はい、うん、はい、ちょっとだけね、どうでした。あそうですね、やっぱりこのもうあそこでそういったこの沖縄のためにこの
会議が行われるということで、この本当にその気持ちっていうのは本当に嬉しいなと思って、昔その沖縄から移民で渡った人たちがこういったふうに子孫がつながって三世四世やっぱり地元のふるさとをやっぱり守る気持ちっていうのをすごく驚いたという心とともに、やっぱり沖縄地元にいる沖縄の人たちがもっと本当に頑張っていかないとなっていう本当に思いになって、やっぱりあっちの方々が言ってくれたのが Stand with us って言って、一緒に立ち上がる、立ち上がる、マジに立ち上がらなって言って、もう本当に僕たちは本当にいつでも応援していますよってことで、やっぱり本当にあとはこのここにいるそのまあ祖先って言ったらですけど、この元になっているこの沖縄の人たちがもっと立ち上がって、本当に県民全体でこういった沖縄の言葉だったり文化っていうのをもっと残していくっていう意識をもっと広げていかないとなってすごく思ったカンファレンスでした。僕にとって沖縄の風景が思い出すよということで、島々の美しさですね、ハワイも美しいですけれど、やっぱり自分たちのふるさとの先祖のふるさと美しいということで、ね、中にはあの畑で、こういう、火を昔畑で火を焚いて、おじいおちゃんおばあちゃんたちが、その煙っていうのが美しくて、農業しながらね、はい、いろいろこう、こういう葉っぱを燃やしたりとか、同時に芋を作ったりとかですね、そういうふうな懐かしいということで、それでは島々会社っていう曲があるんで、ね、八重山民謡とそして沖縄の、言葉と、そして少し日本語ですね、大和口がうまく重なった言葉がね、あるんですけど、まあ、畑で、こういう風景がとっても美しいっていう歌なんで、じゃあ2番目まで、はい、ちょっと歌っていただきます。恐縮ですが、ね、はい、感覚の三振で、はい。島々会社や牛久に拝んじゅよ、前の田んぼによ夕日赤く燃えてよ、春で草やく白い煙の煙の会社よ、村村会社や福木に石垣よ、みんな待ってたよ、夏の祭り住んでよ、通った道道カバシャ国部の国部の会社よ、大丈夫ですか。ちょっと最初ずれたグブリーサビラ、すいません、はい、クリブっていう、はい、柑橘系 のシークワーサーのようなものなんですけども、そういった匂いがやっぱり、匂いのその見えるその畑の様子、そこが見える風景が美しい、懐かしくて美しいなっていう、牛久があって、ウガンジュがあってですね、で夏祭りがあってね、でお家に帰る時のこの国分の匂いがもう懐かしいっていう歌なんですけどね、いろんな方が歌われてるんですけど、本当に多分沖縄の代表する曲ですよね、うん、今声が大きいんで、今聴いてる方たちがボリューム絞ってグリーサビタン、お年寄りたちがこう持ってるこの若い時のですね、畑も一生懸命やったよとか、昔の沖縄こうだったよというイメージは、すごく今の若い人たちにもすごく影響が
あると思うんで、どんどんどんその語る居場所をですね、まずあの作っていただけたら嬉しいなと。そこでね、あの長浜係長がまたあの考案したあの眼中体操、いろんな場所で眼中体操から始まって、ぜひ年齢交流が始まったら嬉しいなと思うんです。ぜひやりたいですね、体操。よろしくお願いします。では、はい、はい、では一度ですね CM に入って、はい、もう時間ですのでエンディングに入っていきたいと思います。はい、はい、CM です。日本語を話します。ただいまの時刻9時49分になりました。 FM 宜野湾のスタジオからカララジを生放送でお送りしております。エンディングの曲はブランドン・イングさんでシマクトゥバという曲です。はい、ではもうエンディングになってしまったのですけども、最後にですね、あの一言ずつ、あの介護長寿家さんですね、今後のまたあのどうしていきたいかとかですね、目標とか あのありましたら、あの一言ずつお願いいたします。はい、はい、今あの介護長寿家の方ではですね、あの高齢者があの住み慣れた地域でですね、あの自分らしく生きがいを持ってあの生活し続けられる、要介護状態になったとしてもですね、また認知症になったとしても、あの安心してあの生活ができるような地域包括ケアシステムというのを作るためにですね、あの一層努力をしておりますので、皆さんあの何か困りごとがあったらですね、あの役所の方あるいは地域包括支援センターの方でにですね、気軽にお声掛けしていただいて、いろんなあの情報発信を私たちしていきますので、ぜひあの活用して、あのみんなでいいあの街づくりを作っていきたいと思いますので、あの皆様の協力もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃ中村さんお願いします。はい、係長の前が良かったような気がしたんですけどもあの私の方もあの係長の方からおっしゃってた通り、あの高齢になってもですね、本当に生きがいを感じるような町がになれば、あの自然に介護予防にもなりますし、あの元気な方も増えていって活気のある宜野湾市になるのかなと思っていますので、そういったあの生きがい作りもしていきたいですし、またあとそういった認知症とかあの病気
またいろんなものを患ったとしても地域で安心して住めるような環境づくりがあればいいと思いますので、そういったものをですね具体的に進める事業をどんどん進めていけたらなと思いますので、また市民の皆様におかれましても今は役所だけでできる事業っていうのはほっとどんどん少なくなってきて、市民と一緒の皆さんと一緒に共同していくような事業が増えてきますので、そういった事業があったからですね、ぜひ協力していただいて一緒にいい宜野湾市の方を作れたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ国研システムの豊島さん、はい、お願いします。はい、IT を使った安心安全ですね、でそれ家庭内でもあるし、また地域でも、人の力にはやはり限界があるといいますか、IT を使ってよりもっと安心安全な家庭内地域内での見守りをできるようなシステムをちょっと開発していきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあリュウブ君、はい、お願いします。はい、今日本当にいろいろな話聞いてとても勉強になったんですけど、やっぱりこういった知識を知っている方々はこういったふうにやっぱり行動をやっぱり起こしていると思うんですけど、やっぱり本当にわからない人たちがもっと本当にもう一緒になってやっぱりサポーターとしてこういった地域でやっぱ支え合うっていうことを、が本当に大事だなってすごく思いました。このやっぱり特に若い世代の人たちっていうのも意外とこういった情報に疎かったりとかすると思うんですね。やっぱり僕の同級生とかも多分意外とやっぱり分からない子も多くて、でそういった本当に若い人たちの力が本当に集まれば、本当お年寄りを敬う気持ちっていうのがあれば、もっとこの問題ってやっぱ解決されていくんではないかなってすごく思うので、もっと若者の力っていうものも本当に引き出せるような、またユースクラブでありたいし、また頑張っていきたいなってすごく思いました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。トゥーバさん、やっぱり一番の驚きはやっぱり宜野湾市のこの、介護保険のね、これからのあり方で中心地の心っていうのが、とても響きました。でそれで高齢者 の安心を築いていくっていうね、今日お話をしていただいたっていうのがとても大きな、僕にとってもね心の安心につながりました。あとは酪農クラブですね。これとても素晴らしいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあまたですね、私たちカラムイカラハイ SOS ネットカララジではですね、行方不明になった方々の捜索に協力していただける方を募集しております。詳しくは沖縄ハンズオン NPO まで お問い合わせください。電話番号は 098-936-6868 936-6868 となっております。いろいろですね捜索活動とか行っておりますので、よろしくお願いします。この番組は株式会社国研システム、au ショップネーブル嘉手納店、有限会社ケーテル、申し訳ございません、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク、ネーブル嘉手納店、中野町店、イオンモール沖縄、ライカム店、 FM 宜野湾と沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。はい、今日のゲストは宜野湾市介護長寿課から長浜さんと中村さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また皆さん来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。注意しなさい。